皆さんこんにちは。ふってぃ含むのゲラガールことともみと言います。よろしくお願いします。今日はジャルジャルファンの方はご存知でもあるチャロ番長語録っていうのをねやっていきます。でチャロ番長っていうのは奇跡の本名お笑いムカズがやってるピン芸人なんですけど、なんでチャロ番長語録をやろうかと思ったかっていうと、チャロ番長ねツイッターやってるんですよ。ツイッターの中でもいやこれどういう意味やねんみたいな、これわからんやろっていうような言葉をねやってるんですよ。ジャルジャルファンもしくはお笑いムカズのファンになり始めた人がためになる動画になればいいなと思ったんで、早速紹介していきたいと思います。ちなみにチャロ番長といえば、あの左手フレミングの法則縦にして、ちょっと気に入ったやつね、はい、これはもあの定番なんで、これ定番なんで、これちょっと縦に塗ってこうかな、ね、これが定番なんで皆さんもよかったチャロ番長のツイートから紹介してきたと思うんですけども、有名ですね。財閥ボンバー、財閥ボンバーはねとても有名ですね。意味は本当にわからないんですけど、いたちゃら財閥ボンバーとかね、なんかご飯食べるときにもういただきますって意味だと思うんですけど、財閥ボンバーないし財ボンっていうのをよく使ってますね。メンジロイってよく言ってます。フォロワーさんが例えば写真を載っけた時にメンジロイとかって結構言ってるんですけど、面白いっていう漢字をただそのままメンジロイっていう風に言ってるんかなって思うんですけど、まあ、面白いっていう意味ですね。あとまあケラクサ、これは以前ねあのあるある動画でも紹介したんですけど、笑いっていう意味ですね。かっこ笑いとかそういう意味で使われたりよくしてますね。あとこの見るんだよっていうのは来週月曜日8時2分からね、ジャルジャルがね朝食食べるやつっていうシリーズであの動画を上げてて、上げた時にあのチャロ番長が見るんだよっていう、これちょっと意味わかんないですよね見るんだよってよく使ってるよっていう感じですね。あとリネ、これリネは LINE を読み替えただけ、そのまま読んだやつ、リネっていうのも使ったりよくしてます。公民館でただ飯なう、これはよく使ってます。でこの公民館っていうのは実家でご飯食べてますよっていう、芦屋の実家でご飯食べてますよっていうのを公民館でただ飯なうっていう風にチャロ番長はよく言ってますとね。スイカのことをイコカっていう、もう意味わからへんって言います、全く別やからみたいな感じですよ。スイカのことをイコカっていう風に言ったりもしてます。何々なうとか笑いとか自分のことうちとか、こう今ちょっと載せてるんですけど、こういった顔文字とか使ったり、ツイッターのツイートのことをねツイートって言うんですよ。チャロ番長の朝ごはんはねもう大体決まってて、ヨーグルト、シリアル、グラノーラ、蜂蜜、これをね財閥ボンバーしますよみたいなっていうのも結構あげてますね。健康的やし、なんか女子っぽいしみたいな、意外とするとこあるやみたいな感じですね。このね私ムニエル藤井ナウとブリンクのキャップがね結構好きなんですよ。ジャルジャルアイランドのリモートコントがねアップされる金曜日があって、絶対に血気盛んだわーっていう風にやる、これはちょっと本当にもうほんま全部基本的に意味わかんないんですけど、血気盛んだわーって、ね、絶対毎週金曜日にツイートしてるんで注目して見てもらえたらなっていう風に思います。ピックアップしたのはこれだけなんですけど、めちゃくちゃまだまだあるんで、私が今知らんくてどんどん知っていったやつはこれから徐々にね紹介していきたいと思います。チャロ番長がすごくいいなっていうところがあって、そのフォロワーさんの恋愛相談とか進路相談とかにねちゃんとね答えてあげてるんですよ。的確な内容だったりとか、人の内面部分をねちゃんとこう知れたりとかするし、格言言うんですよ。しかもそれめちゃくちゃいいんですよ。結構好きなのはあるの中でピックアップするとこれですね。気づいていないだけ、君は一人じゃない、見守ってくれてる人がいるとかっていうね、めっちゃいいこと言うんですよ。チャロ番長のくせにみたいな。あとは協力は協力よりも強力である、これめっちゃいいことはちゃいますこれめちゃくちゃいい言葉すぎません？こういうのとかはね結構ツイッターで上げてるんで、ぜひぜひチャラ男番長には注目してみてほしいなと思うし、チャラ男番長ってのは結局福徳さんなんですけどね、ジャルジャル福徳っていう形でインスタもツイッターもやってなくて、私の予想では福徳さんはなんか自分の内面を出すのが絶対恥ずかしいから、そのチャラ男番長だったらチャラ男番長っていう人になりきってこう自分の内面をこう出したりとか発信していってるんかなっていうふうに私は勝手に予想してて、そう思ったらやっぱ福徳さんめちゃ可愛いなと思うし、心の部分の温かさをやっぱすごくね大切に持ってはる人やなって
なんかこう人の人間性っていうのをよく知れるから、ぜひチャラ男番長のツイッターもね見ていってほしいなって思ってます。いつも見てくれてる人本当にありがとうございます。コメントもいつもくれてる、いつもコメントも嬉しいです。ありがとうございます。今日はここまでにします。ではありがとうございました。